ツポツメダカが落ちる原因ですけど、結論から言いますと過密です。おはようございます。ひよこめだかです。いつもひよこめだかチャンネルご視聴くださりありがとうございます。今日は、メダカがポツポツ落ちちゃうっていうことについて、原因を解説していこうと思います。原因と対策ですね。それの解説していこうと思います。で、そのポツポツ落ちるっていうので悩んでる方は、おそらくですけど、メダカが大きくならない。なかなか成長しない、餌あげてるのになんでだってなってたり、あと痩せてくる、メダカが痩せてくる、餌あげてるのになんで痩せるんだってなってたり、はたまた卵産まないんですけど、ちゃんとお世話してるんですけど卵全然産まないんですけどってなってると思うんですよ。このあったかいシーズンですね、メダカのシーズンの時期にそうなっちゃうっていうのは、もう突き詰めていったらもう過密飼育が原因っていうところにたどり着くと思うので、そこらの解説と対策をしていきたいと思います。今日の動画では、メダカが育つ、1匹あたりの水量について、メダカがなぜ大きくならないか、それの対策、餌をあげてるのに、痩せてくるメダカがいる、それの原因と対策、ちゃんと世話をしてるのに卵を産まない、それの原因と対策、説明欄に目次もあるので気になる項目から見てもらえたらと思います。それでは早速いってみましょう。まずメダカが育つ1匹あたりの水量ですけど、要は過密飼育じゃない伸び伸び飼育の水量の目安を、説明していきます。まず張り子だと10リットルあたり50匹ぐらいです。だから10リットルバケツだと50匹ぐらいで、幼魚ですね、張り子がまあちょっと太くなったぐらいだと10リットルあたり20匹ぐらいで、若魚をですね、そのまあ親の表現が出てきて、まあ、タイガイコが出たりラメがちょっと乗ってきたりして産卵までもう少しだなっていうサイズになると10リットルに10匹、まあ、ここで、1リットル1匹ぐらいですね、若魚サイズ で親魚になるともう10リットルで5匹ぐらいですね、2リットル以上が望ましいです。その方が、産卵もしてくれると思います。これが、よく過密飼育はダメだっていう話は聞くと思うんですけど、じゃあ過密飼育じゃない水量って1匹あたりどれぐらいなのって言ったら、だいたいちょっとまあ感覚的な話にもなるんですけど、今説明したぐらいの水量だと、育っていってくれると思います。次にメダカが大きくならない原因と対策ですけど、メダカが大きくならない原因は、直線で泳げる距離が短い場合に大きくならないことが多いです。なので最初に紹介した1匹あたりの水量がメダカが育つ水量になっているかを確認して、メダカが育つ水量になっている場合は青みどろが大量発生したりしてないかなどをチェックしてみてください。それをクリアすれば基本的にはメダカは大きくなっていくと思います。次にメダカが痩せてくる原因と対策ですけど、メダカが痩せてくる原因ですけど、ストレスとか、まあ、エラに寄生虫が寄生しているとか、まあ、あと原因不明だとかいろいろ調べたら出てくると思うんですけど、僕が飼育してて一番今まででこういう時に痩せてくるなっていうパターンで言うと過密飼育の時です。痩せてるから餌をあげたら治るかなとも思うんですけども、一回痩せたらもうなかなかもう回復はしないです。なので、痩せてきたり痩せてる子がいる容器に関しては、ちょっとその匹数を減らすというか容器を分けてあげることが一番の対策になると思います。はい、次に、卵を産まない原因と対策なんですけど、
卵を産むイコールメダカ的には絶好調の調子と思ってもらえたらと思います。で、卵を産まないということは、まあ、何らかの原因で調子が落ちてると思ってもらったらいいと思います。で、今はちょっと7月末なんで、ちょっと気温や水温が高すぎるっていうのが原因で卵を産まない可能性もあります。それでまあメダカがバテてるというか、そういう感じで卵を産まない、状態になってるということもあると思うので、そういう場合は、軒の下ぐらいですね、水温が、まあ、30度超えないぐらいで、夜はまあ25とか24度ぐらいまで下がっている場所に、移してあげる。で、もちろんその時もそのメダカが育つ水量ですね、親魚だと思うんで2リットル以上、1匹あたり2リットル以上ぐらいの水量でその場所に移してあげれば卵を産むと思います。まあ、今動画に出てるんですけど、これ40のトロ舟に9匹ぐらいですかね。だからまあ、1匹あたり2リットルぐらいの水量なんですけど、まあ卵を産んでくれてます。で、あとハウスの中なんで、ちょっと遮光してるんで、あの水温もそこまで上がってないので、卵を産んでくれてます。あと家の裏側の日陰になっている部分や180リットルの角タブで飼育している子も卵は産んでます。逆に日の当たるとこのバケツ飼育の子とか、あと40のトロ舟の子とかは卵を産んでないので、あの水温がちょっと高すぎると産卵は止まります。で、まあそういうちょっと風通しのいい日陰に移動してもすぐ産むことはないので、まあそのままちょっと1ヶ月ぐらい様子を見てあげてたら産み出すとは思います。なので卵を産まない方は、その水温がその34度35度とかすごい上がってないかとか、あと密度ですね、その1匹あたりの水量が、過密飼育になってないか、1匹あたり1リットルとかそれぐらいになってないかっていうのを確認してもらえたらと思います。はい、では最後にまとめですけど、僕が普段やってるそのメダカが育つ水量に、どうやって保つかっていうのをちょっとや説明というかね、僕のやり方を紹介します。で、まず張り子の時は10リットルで50匹ぐらい飼育してるんですけど、これは、卵がついた産卵床を10リットルバケツに入れるっていう方法をとってます。で、この状態で1ヶ月ぐらい、飼育します、そのバケツ で。そうすると張り子がこうちょっと太くなる感じまで育てられるんですよ。で、ちょっと張り子が太くなったなというぐらいなったら、まだその時点ではバケツの中に50匹いると思うんですけど、それをこう2つのバケツに分けます。だから、過密度で言えば薄まりますね、倍に薄まるというか、なのでまあ言えば10リットルバケツ25匹ぐらいで、まあ何匹か落ちてると思うんで、まあ、20匹ずつぐらいに分かれます。で、その状態でまた1ヶ月ぐらい飼育します。で、そうして1ヶ月ぐらい飼育していくと体外光が出てきたりラメが乗ってきたりって、その親の表現にちょっとなりかけてる子がもういると思うんですけど、その時点で1回選別を行います。体型が悪い子とか、まあ、体色が狙いの子じゃない子を跳ねます。で、結構それだけで結構薄まると思うんで、で、この時点でだから残ってる子はちょっと大きくして表現を見てみたいなとか、親候補だなっていう子が残ってると思います。で、そういう子をこう大きい容器ですね、今動画に出てるような180の角タブや、例えば80リットルのトロ舟とか120のタライとかに入れて、ガバッと大きくしていくという感じです。で、この時の、この時の1匹あたりの水量がだいたい1匹1リットルぐらい、もう1リットル以上ですね。で、いくと結構早く大きくなるんで、そういう方法をとってます。で、その大きいタライやトロ舟や角タブで1ヶ月ほど飼育するともう親のサイズに多分ガッと上がってくると思うんで、
その中からこう親を選んで、今度は40とかの、トロ船とかに、3ペアとか入れて採卵していくという感じになります。だからその大きくしたやつを60のたらいとかにメダカ屋さんは入れてると思うんで、60のたらいに60匹とかね、そうすると維持できる水量なんで、ただお客さんから見たらその60リットルのたらいでこの60匹が育ったのかなって見えちゃうと思うんですけど、実際はもうもっと大きい容器で育てての60のたらい入れてるんで、あのたらいだとね、まあ言えば、はっきり言えばそのサイズまで上がらないんで、はい、ちょっと最後話それちゃいましたけど、そういう感じで、ハリコから親魚まで容器のサイズを変えながら僕は飼育しています。はい、今日も最後までご視聴くださりありがとうございました。この動画がいいなと思った方はチャンネル高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。これからも楽しい動画どんどん作っていくんで、応援よろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。それでは失礼します。